で他の人がいるなと思って、最初はね仲間かと思ったんですけど、そうじゃないんですよね。まあ、グーテンモーゲンはドイツ語でおはようございますという意味なので、まあ、この世界には3つのグループがあるのでちょっと説明しますね。まあ、この世界のグループはオーダー、コミュニスト、そしてナチスのグループがあります。まあ、3つですね。でナチスは、まあ、やはりネオナチなのかな。でやはりまあ、あのナチスを崇拝するグループで、コミュニストは確かスターリンを崇拝するグループです。でオーダーは、まあ、そのどっちでもない中立的な立場という認識で間違ってないはずです。で、まあ、まあ彼らはドイツ語を話していたのでナチスということになりましたね。 なりましたねっていうかということですね。まあ、さっきのトラックの方も見るとですね、ライフとも書かれているので、さて The enemy of my enemy、 敵の私の敵の敵、どうやらガーデの残り後にあったっていうかいたやつはダークマンの仲間のようだった。そしてそれは俺の意識の中に入ることができた。そして俺の内側をさらけ出して、だがそれはまだ赤ちゃんだった。そして確実にそいつは俺のことを知っている。そして怖がっていた。おまけにそいつは俺の意識をもう意識をノックアウトし、彼らに捕まるだけの時間を与えてくれたということなので、まあ気を失っている間にナチスに捕まってしまったってことですね。It was delivered to Reich as well. I'll deal with it later. This one. Suspected mutation. No, no, I'm normal. See, two arms, two legs, 10 fingers. Don't you understand? I'm a Hansa citizen. Shut up! You're not a Hansa. Here, you are a suspect in the distribution of corrupted genes. And this is your trial. If your skull has the correct proportions, you are free to go. If not...You are an abomination. Science, you see. This is an outrage! I told you to stay still! まあちょっとここで、まあ、ちょっとまあ大事なので、パパッと説明させてもらいますと、まあ、我々の右側にいるのが、まあ、コミュニストの兵士ですね。で、左にいる、まあ、今話しかけられていた人は、どうやら、なんていうのかな、こう、アボミネーション。日本語でなんて訳せばいいのかな、まあ、ファールアウトをプレイした方ならわかると思うんですけど、ファールアウトのグールのようなものだと思ってくれれば正しいんじゃないかな。まあ普通の人間じゃない、人間とかけ離れた非人間、人間のようでありながら非人間的、まあ、アボミネーションって英語で言うんですけど、まあ、彼はそのアボミネーションの疑いをかけられていて、今チェックされているところですね。318mm by 302. Let's look it up in the table. で、テーブルで確認しよう。おめでとう、お前ミュータントだ。で、無慈悲にやられてしまったと。ひどいもんだ。で、お前たちのミッションはお前たちのガーデンのミッションは何だ。で、地獄に落ちろ、ナチスト。Do not like it.
So talk or take a bullet to the brain. Get the officer! Hey, you! Here. You keep the knife. Keep it. So, we are with the Spartan Order. I'm from the Red Line. Our superiors are not on the best of terms, huh? But I say fuck that. Oh, fuck that. The grunts stick together, huh? The fuck? I see. Ух ты, ты смотри. Remotely controlled block. One thing's for sure. Our only chance of getting out of this alive, work together. Right. まあ、ここから脱出するには協力しないといけないなということですね。で、まあ、ゴミ箱のことを話していたなと、まあ、ここから脱出します。で、まあ、後の方で分かることなので取っておいてもいいのですが、うん、そうだな、彼の名前は言わないでおきます。うん、まあ、大した理由はないのですが取っておいても、まあね、彼の名前が気になるのはいいことなんじゃないかなということなので、まあ後の方でね出てくるので、その時にまあ言います。See the pipes? This is their contingency plan. There's a riot or an escape that just opened the valve and turned the prison into one big gas chamber. Sookie. Sure learned from their predecessors. まあこのガスには毒ガスが仕込まれていて、Follow me!まあ、この中は、この中というか、この監獄の中はすぐにガスチェンバーにできると、1944年あたりのナチスと同じように、まあ、ユダにやったような、まあ、向こう側に行こうということなんですが、まあ、ユダにしたことと同じように、まあ、ガスで殺す手段ですね。まあ、影に隠れて行動しろと、まあ、そうすれば見つからないで移動できると。まあ、ですから彼らを助けてあげたいですねと。We can't go through here, that we know. Okay, where do we go now? What if... Hey! Hey! Give me a lift, will you? まあ、上を登っていきましょう。これジャンプすれば届くんじゃないかなとプレイしてた時も思うんですけど、やっぱちょっと高いかな。Get up here!まあ、はしごを脅してくれたので登っていきましょう。ダック、ダック、now listen. Pretend you're a little fucking mouse. Get down. Don't make any sudden moves. Let's move. Careful, huh? まあ、お前はネズミのように思って、まあ、こっそり、そろいそろいと動いていけと。Move!まあ、彼についていきましょう。しかし暗いな。Okay, you take the right one, I the left one. I will distract mine, then you take yours down. Understand? Get to it. Don't start too soon, huh? Let's do it. まあ、俺は右のやつでおっと名前言いそうになってしまった。彼は左のあいつを倒してくれるみたいなので、まあチームワークでやっていきましょう。まあ、彼がポジションに着くまでちょっと待ちましょう。まあ B を押したら彼を殺すことができて、 E を押せば、まあ、気絶させることができるんですが、まあここでね、また気がついたらガスが送り込まれてしまうかもしれないので殺しましょう。
まあ、もちろんちゃんと回収できるものは回収していきます。まあ、このレバーを開いて上に登りましょう。よし、まあ、ここのライトバルブを消して彼が動きやすいようにしておきましょう。しかしこれ絶対スレで触ったら火傷しますよね。You go to that side. Maybe there you will be able to climb up. Let's meet on the top. Hey, Spartan. Break a leg. Okay, let's go. まあ彼はそっちの方からまあ行って、僕はこっちから行ってですね、上を目指します。で、まあそこのガードがいるのですが、後ろからまあ殺しましょう。でここから、まあ、入っていきましょう。さて、まあ、彼らが話してたことはですね、なんだ、あのマーチャントというか、まあ、商人ですねが、ここモンスター売れ売れとしつこかったから殺してしまったみたいですね。で、まあ弾が200発あったので半分半分取っていったらしいですね。さて、まあパイプから降りてと、まあ、かわいそうな死体からね、ちょっとナイフを頂戴します。まあ、これで投げナイフが、まあ、手に入ったので使っていきましょう。ここにノートがありますね、持っていきましょう。さて、まあ、なるべく闇の中を移動していくようにしましょう。なるべく見つからないようにしていきたいからな。ちょっと怖いな。当たるかな。まあ、後ろ向いたらナイフを投げてしまいましょう。 OK、 I thought we had it bad. 正規用の弾が5発も手に入りましたね。ラッキーで、そこに仲間が来ましたね。仲間というか、まあ友か。Now we need to get them to open the airlock from the other side. That button on the wall is the intercom. Push it. まあこのドアを開けてもらうためにインターコムを押します。Come on, push it. で押してと、で隠れます。でまあ見つからないようにここの影に隠れてと。で拳銃ももらいましたね。よかったよかった。で、まあ、時計の説明もしてくれましたね。
で、まあ、彼は上の方からサポートしてくれますので、我々は下から行きましょう。あそこにガードがいるんだよな。まあそれを置いといてですね、まあ、左腕につけている時計の説明ですね。まあこれは何かというとですね、まあ、敵に見つかる状態だとこのように青く光って、敵に見つからない状態だとこのように青いランプが消えます。ですからこれを目指すに行った方が、まあ行った方がというか行けば、まあ、かなり有利に進めることができます。まあ、じゃあ、そろいそろいといきましょう。まあ、ここで見つかったらかなり面倒くさいことになってしまうんでね。さて、彼があそこの中に入っていったのって、ここに座ってるやつを、まあ、殺しましょう。もちろんライトは決して見つからないようにして、とで、あとは石を投げて彼も倒しちゃいます。倒しちゃいましょう。よし、でもちろん弾の方も回収しましょう。序盤の方はかなり弾が重要になってくるので、回収できるものは全て回収していきます。よし、ではまあ彼は倒したので、まあこれでしばらくは、しばらくというかかなり楽になったでしょう。でもちろんここのナイトバルブも消します。おお、助けてくれましたね。最初プレイした時は自分で彼も倒さないといけなかったんですけど、まあ仕事してくれましたね。どこから攻撃してきたんだろう、わかんねえや。さてと、そこに一人で、あそこにも一人いるんですが、多分ナイフで倒しても大丈夫ですね。うん、ファンタスティック。でリーダーがまあスピーチをしてるみたいですね。おっと、まあさっき、まあ、ここから出してくれってみんな言ってたのでちょっと出してあげました。まあでこれでまた新しいアチューメントもアンロックしましたね。 OK OK、 よし、まあここのレバーを引いて開けましょう。中に入って彼も続いていきます。さてこれで、ま、一応チャプターの一つ終わりました。ライヒ、今回俺のナチの牢からの脱出は、友の友、敵の敵は友とも言えるが一番言葉に合うだろう。この友達はパベルという名前だ。彼はコミュニストの、まあ、赤の探索軍を、探索チームを率いていたようだが、ナチスによって全滅させられたようだ。俺はコミュニストをあんまり好きになったことはないが、パベルは本当のヒーローのように振る舞ってくれた。まあパベルという名前が分かりましたね。まあ、さっきも言いかけちゃいましたけどね、パト。で、まあここの上に行くとですね、フューラーが、まあドイツのリーダーがね、
まあ、演説をしていますので、まあ、ちょっと近くに行ってみましょう。Huge storage facilities filled with supplies. There is medicine and enough canned food to sustain the Reich for 100 years, and enough weapons for us to wipe the Kriegs and genetically impure from the face of the earth. But these six has been seized and. Herr Sturmführer, what do you want? Herr Sturmführer. You, my lord, what the hell? What the hell are you doing here then? Go get them! で、まあ、ここから逃走劇が始まりますから逃げましょう。まあ、なんですかね、さっき逃がした人と1人捕まってしまったので、まあパベルもね、まあ、見捨てるわけにいかなかったのでちょっとおとりになりました。急げー。さて、まあ、うまくエアロックから逃げることができました。しかしパベル優しいな。これでも食らい上がるスーカって。で、まあ、頑張れアチョム、もうちょっとだと。クソ、ゲート開けられてしまうぞと。まあ、奴らを倒せ。ちょっとリロードリロード。よし、まあ、これで追っては来ないでしょう。まあ、結構短いエピソードでしたね。Which means to acknowledge that I've failed my mission. But now, when he's down in the metro, I won't be able to find him alone. I have to get to the nearest neutral station and then to police, the Order's HQ. Pavel will show me the way. 脱出。不可能、可能にした。そして今は、オーダーに行って、ダークマンがいなくなったと報告しなければならない。それは俺が人生じゃなくて、何言ってんだ、ミッションを失敗したことには変わりがない。だが、ちょっと待ってくださいね、ちょっと読ませてください。When he's down in the metroI won't be able to find him alone. だが、メトロにいるときには、俺は一人では道を見つけることができない。だから、急いで近くにある中立の駅に向かわなければならない。そして、ポリスにそこから向かわなければならない。オーダーの本拠地だ。パベルが道案内をしてくれるそうだ。で、行き止まりか。まあ、さすがロシア人、考えることが豪快だぜ。まあ、普通だったらそこで突撃させるっていう発想はあんま出ねえけどな。で、ここの上を行って左に行くと、左に行ってこっちに行くと弾があります。忘れずに回収しましょう。で、まあ、ここの穴に、まあ、パベルを通してあげないといけないので、まあ、手伝ってあげましょう。さて、
気をつけろよパベル、捕まんなよ、絶対に捕まんなよ。スパイだぞ、捕まえろ。ですよね。Real fucking ninja。 これ結構好きなんですよね。まあでも本当の忍者だぞ。トンネルを調べろ、もしかしたらもっと他にも侵入者がいるかもしれないと。まあパベル捕まっちゃいましたね。かなり残念ですが、まあもちろん彼を見捨てるわけにはいかないので、なんとかして救出してあげないといけません。でまあ見つからないようにちょっと隠れましょう。まあ彼はね、まあ、他にも侵入者がいないから、まあ一応確認というか見張りをしているところですね。まあもちろん倒してね、弾とか回収させてもらいます。よっと、あった、まあ、一応弾とか回収していきます。まあさっきも言った通りね、弾はかなり重要なので、集めるときだけに集めておきます。であそこの中に入んないといけないんですが、ちょっと失敗したら見つかってしまうので慎重に行きます。よし、OK、 なんとか見つからないでここまで来れましたね。まあここが正規ルートなんじゃないかなと思うんですが、まあお茶を今楽しんでるみたいですね。よし、まあ、とにかく影に隠れて進んでいきましょう。まあ一応見つからないようにここをパパッと通っていってと。あそこにも人がいるから気をつけないといけないんだよな。見つかりそうだな。隠れ、ちょっと隠れ直しましょう。急いでそこのドアに入ればよかったかな。ここを気をつけていかないとね、まあ、アラームが鳴って、まあ、ドンパチすることになるので、なるべく慎重に行きたいんですよね。ちょっと警戒させてしまったな。ここに闇に隠れてればまず見つかることはないので、慎重に行きましょう。まあ、死体も見つけてしまうとですね、まあ、またかなり厄介になってしまいますし。こっからはこっちには行けないからな。もしかしたらこのガードを倒さないといけないかもしれないな。 No? No? さらばだ。まあここにいればまず見つかることはないと思うけど、まあ闇の中だし、であとはどうやってここ、あそこの中に入っていくかなんだよな。あそこも光が届くところにいるから、なるべく殺さないでスルーしていきたいんだよな。
まあ、あっちが右を向いた瞬間ちょっと後ろをくぐっていきましょう。まあ、彼も音楽聴いていたので、まあ、隙が結構あったのでね、倒してしまいました。で、ドアを閉めてしまいましょう。これで一安心ですね。じゃあ先に進みましょう。で、ここのドアをくぐっていってと。まあ、ここから先はかなりのステスアクションがあるので気をつけていきます。彼はまあ一発で行った時、まあ、彼はまあ降参しているので、まあ攻撃しないでおきます。一応ちょっと気絶させておきます。後ろからね、あーって掘られたらたまったもんじゃないので。さて、なんか探索するものあるかな。ないみたいですね。この航空箱も何もないし、こっちの方は、おっと、箱があるな。お、正式用軍用弾ですね。ありがたい。初めてっていうか、1回目プレイした時は見つからなかったんですよね。まあ、お金なのでたくさんあったことには越したことはないので集めていきましょう。で、あの雲本当ドジだよな